鼻かごを折ります。白い方を上にして三角に半分に折ります。もう一度半分に三角に折り、折り筋をつけます。開いて、ここからここに半分に折ります。この縦の線に合わせます。一度開いて横に半分に折り、この線に向けてこう斜めにハサミで切り入れます。こういう感じです。開いて、こことこの線に合わせてこのように折ります。こちら側もこことこの線が合うように折ります。そして切り込みを入れた手前の紙を手前にグッと折ります。反対側も裏向けて裏側に折ります。これで花かごの完成です。実際にこのように中に入ります。折り図での説明です。1、三角に半分に折ります。2、横に折り、折り筋をつけます。3、開いて縦に半分に折り、折り筋をつけます。4、左右に半分に折ります。5、線の部分に切り込みを入れます。6、この形に開いたら角をそれぞれ折り入れます。7、点線のところで折り下げます。裏も同じように折ります。これで完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。